皆さん、あの恋に落ちる原理っていうのを考えたことあるんでしょうか。どんだけ恋愛対象外の女でもですよ、一日中手を繋いでたら恋に落ちる、長時間手を繋いだら恋に落ちるということですね。恋愛対象外の女性の手を繋いでいきたいと思います。ウェイ、ね、そんな綺麗なことある？どれくらい彼氏いないですか？11、12、1、2、3、5ヶ月、4ヶ月ぐらいじゃん。5ヶ月ぐらいです。諦めた方がいいか。出た。え、アバナ君どこ行きたい？どこでもいいよ。どうする？気持ちがドゥンって感じだ。気持ちがドゥンってなる。こういう感じでドゥンドゥン。腹減ったよね。すごい食べようね。手汗やば。お前手汗やべえよ。なんてビチョビチョしてない？これお前からだ。うちからだよ。これ食べ。でもちょっとカッペすぎ。カッペすぎ。ちょっとなんか入ってみようこれ。あれ。お入る？入れたい。中洗えるよほら。まだ先したパス。一回洗おう。洗浄の仕方。しょうがない、それしかできねえだもん。なんでパンにしたんだよ。パンはパンだよ。頑張れ。そうだ。あ、ナイス、そう。うまいね。俺のも食う。大丈夫です。俺のだけだ。俺の女だ。ああ。はい。わかる。これが花。コス病床で、あ、コス病床。いいね。あれ？完全にやってる。あ、めっちゃ盛り上がってる。これチューでしょ。キース。さあ、二人には愛が芽生えたんでしょうか。イエイ、ゴー。どうでした？楽しんでたの、こいつだけ。めっちゃ高所恐怖症だったの。それだけ？そうですか。タコの手の方がつなげると思う、長い時間。タコの方が手つなげたら。どう思います、宇宙さん、これデリエル呼んで、これ出てきたとしましょう。チェンジですよ。俺はしないけどな。俺の中では可愛くない。付き合ってないいやつだけど、一緒に来たら楽しいのもあるけど、守りたくない。守る必要性がない。だっていきなりドゥーンとか言うわけだから。だからねー。やだ、触れたくないじゃん。無理。終わんねえんだ。落とそうと頑張る、お前。好きー。綺麗だ。私綺麗じゃない。綺麗だ。綺麗だ。手が出てきたぞ。
こんなまずいミルクって飲んだことない。あ、すげえね。ラブラブじゃん。落ちた。落ちた。早くしろよ。全力で手を離した。もう手が臭いコールも言うのも嫌なぐらい疲れた。嫌だよ俺この今日早く。行かれるないかな。なんでシンクロしてくんの。やめろよもう。落ちる。これは恋に落ちるぞ。これは恋に落ちる。いいな。俺子供の頃にこういう経験をすべきだった。楽しそう、ね、子供の頃にこういう経験をすべきだった。あれ帰っちゃうの。早く落ちろよ。チューする。チューする。チューすれば。チューしたら帰ります。うん。もう本当無理なので帰ってもいいですか。え、どうしたの。その本当に落ちとかも、うん、キスとか無理だし。あ、落ちないし。あ、そうだよね。もう帰りたいし。そうだよね。長いよね。じゃあ一緒に帰ろうか。そうしましょうね。もう手が自由なんですよ。そうだよね。ずっとですよ。ずっとです。ずっとです。人生やめるかと思いました。そうだよね。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあご飯でも行こっか。あ、そうですね、はい